はい、えー、今回は先週の木曜日9月13日についに日本でも発売されました Vegas Pro 16を新機能を中心にサクッと触っていこうと思います。まあ、僕自身まだ2 30分程度しか触っていないので細かいところはわからないのですがサクッとご紹介できればと思います。 そしてこのベガスプロ1 6なんですが今ソースネクストさんのサイトで新発売記念キャンペーンとしてセールが行われていますのでこれから動画を始めたい人やベガスに興味があった方は今が一番買い時となりますのでぜひチェックしてみてくださいまたこのベガスを使った動画編集の基礎を解説した講座がトライラから発売していますソースネクストさんの方でもダウンロード版が販売していまして下の方に行くとこちらですね 本当に簡単 DVD とブルーレイが作れる動画作成講座ベガスムービースタジオ編というものになりますこちらの講座でベガスの基本操作であったり使い方の部分と動画を作るために必要な最低限の知識ですねこれらをもうまるっと約90分の通信講座のような形で学べる動画の講座となりますこちらの講座を見ていただくと本当に1日である程度動画が作れるようになりますのでこれから始めたい方はぜひこちらの講座も合わせてご活用ください 相当分かりやすく解説したつもりなのですがそれでも何か説明が抜けているとか分かりにくい部分があるといった場合はサポートページやこの動画のコメント欄なんかでご質問いただけますとお答えしていってサポートしていきますのでぜひ合わせてご活用いただければと思いますこの講座のタイトルはムービース s t u d i o となっているのですが VegasPro も基本は同じとなりますこちらがムービース s t u d i o 1 5の画面ですね一番機能が少ないので画面もスッキリしています そしてその次に Movie Studio ーー15 Platinum 若干追加された機能でこの辺がわちゃわちゃしてきてる感じですねそして Vegas Pro トラックを追加すると同じような形となりますこの Vegas を使った動画編集の基礎の部分は全く同じものになりますので Vegas Pro を使う方もこちらの講座で問題なく習得することができますでは実際に Vegas Pro16 を触っていきますサイトを見ながら16の機能を確認していきます こちらですね。下の方に行くと新機能がニューとして紹介されています。まず映像を自由に切り抜き、モーショントラッキングとあるのですが、今回の目玉の一つがこのモーショントラッキングになると思います。いわゆる動画の中で動いているものに自動追尾させるといった機能になるのですが、こちらはちょっと触ってみましたので実際にご紹介していきます。まず動画を配置します。 ま、こんな感じの人が歩いている素材ですね。こちらにエフェクトを追加します。新しく追加されたベガスベジェマスキングを追加。OK。これでまずマスクを設定します。まあ、例えば、楕円形で選択範囲を設定。 そして選択範囲をこんな感じで女性の顔に合わせます。この状態でトラッキングのタブからスタートを押します。すると解析が始まって終わると自動的にアニメーションが設定されて再生するとこのマスクが自動的に顔についていくといった風になります。 この最後の部分、はけていく部分は追尾できていないので、ここだけ自分で移動させておきます。こんな感じですね。こんな感じで被写体に追尾する選択範囲を作ることができました。これにエフェクトをかけます。例えば、エフェクトを追加で、 ガウスブラを追加します。このガウスブラをベジェマスキングの手前に配置します。そしてベジェマスキングの一般オプションからマスクにチェックを入れます。するとこのマスクの範囲だけにぼかしをかけることができました。 こういった使い方ができます。エフェクトの適用範囲を追尾させるといった感じですね。また、反転にチェックを入れると、逆に女性の顔を残した状態で、周りをぼかすことができると。いった感じですね。これがモーショントラッキングとなります。そして、このモーショントラッキングと聞くともう一つ期待するのが、この人の動きに合わせて文字や素材を合成するといった、 とこの女性が後ろから手前に歩いてくるのですが、例えばこの女性の左側にテキストを配置して、この女性の動きに合わせて文字もついてくるといったような効果を作りたいのですが、現状ではその文字が追尾するということはできないようです。今後この Vegas Pro 16のアップデートで対応するみたいですので、ちょっとそこはアップデートの待ちといった形になります。 そして映像を自由に切り抜きとあるのですが、これも同じエフェクトの中で行うもので、ベジマスキングですね。先ほどマスクは楕円形を使ったのですが、カーブを選択すると、自分で選択範囲を作ることができます。ちょっとざっくりですが、 まあこういった被写体の形で選択範囲を作れると。いうことですね。編集モードをオフ。こういった形ですね。まあ、ただこのベジェマスクでは、このマスクの形自体を変形させることはできないので、まあトラッキングで 追尾したとしても、いわゆるグリーンバックのように輪郭をきれいに切り抜くといったことはできないんですね。ただ単に最初に切り抜いた形がついてくるといった形になりますので、グリーンバックのような切り抜きはこの機能で作ることはできません。どうしてもこの動きに合わせて切り抜きたい場合は今まで通り、このイベントパンクロップのマスクですね。こちらで、 まあちょっと雑にやりますが、マスクを書いて、このマスク自体を変形させて、アニメーションさせていく形ですね。で、作っていく必要があります。こちらですと、 形をアニメーションさせることができます。といった形となります。続けて、HDR カラーサポート。色の階調が広い HDR 形式を使えるということなんですが、まだちょっとこの HDR で撮影できるカメラと HDR で表示できるモニターの普及がまだですので、一般的に使われるのはまだ先なので、これはまあどっちでもいいのかなといった形ですね。 そして手ブレ補正。これに関しては以前から手ブレ補正のエフェクトはあるのですが、メディア FX から手ブレ補正。以前よりパワーアップして設定できる項目が増えたということだと思います。まあ、この手ブレ補正の機能に関しては手ブレの種類、映像の種類ですね。ケースバイケースで得意なもの苦手なものがあったりしますので、ある程度使ってみてその癖をつかんでからまたご紹介できればなと思います。 次に360度編集。これは個人的に結構嬉しいところですね。ファイル新規を選ぶと、テンプレートに360度のテンプレートがあります。これは代表的な機種のフォーマットが書かれているのですが、ここではシータを選択します。そしてタイムラインに360度の素材を配置します。 こんな感じで360度素材を配置することができました。そしてこのプレビュー画面の右上に360モードというのが追加されています。すると、こんな形ですね。こう、画面をドラッグしてグリグリしたり、マウスのセンターホイールで拡大、縮小といったプレビューを行うことができます。 さらに、この360度用のエフェクトも追加されていて、この360という項目をクリックすると、360度用のエフェクトが表示されます。シーンローテーション。これを追加すると、カメラの初期位置ですね。この上を向いている状態が、おそらく初期位置だと思うのですが、この360度動画をプレイヤーで再生するときに最初に表示させるアングルですね。 の設定を作ることができます。水平の調整なんかもできますね。また、このアングル自体にアニメーションが設定できますので、例えば、アニメーションをオンにします。時間を進めて、アングルを変えると、 こんな感じでカメラを自動的に回すこともできます。この回っている最中にも自分で動かすことはできます。オフにするとカメラが止まっていますね。オンにするとカメラが自動で回転してカメラワークを作ることができます。 また360度で撮影した動画は、ステッチング、境界線をつなぐ作業がいるのですが、そのステッチングのエフェクトも追加されています。通常であれば、その360度カメラに付属しているステッチソフトを使うと思うのですが、まあそれを使わなくても、このベガスの中でステッチを行うことができるといったことだと思います。次に、小惑星化。 まあ、いわゆるリトルプラネットと呼ばれる表現方法ですね。360度でよく使われる演出なのですが、エフェクト、タイニープラネットというエフェクトを追加すると、まあ、こういった形で、酔ったり引いたりできると、いった形ですね。この海の中だと分かりにくいのですが、 陸地で撮影していると、この部分が陸地、この外の部分が空といった形で小さな惑星のような形になることから、リトルプラネットというふうに呼ばれています。そしてこういった反転なんかの部分もできますし、これ自体をアニメーションさせることもできます。いわゆる一般的な360度編集に必要な機能が搭載されたといった形ですね。これは360度カメラを使っている人には嬉しいところだと思います。 といったところが360度ですね。そして字幕の簡単作成とあるのですが、これに関してはテキストファイルから文字を起こしてテロップにできるということみたいなのですが、まあ本当に映画の字幕のように白黒のものであれば使い勝手はいいのかなという形ですが、まあ普通にカラフルなテロップをデザインして使うことを考えると、この機能はちょっと使い勝手がいるのかな、どうかなという形で、まあわからないので、またちょっと使い込んでから ご紹介しようかなと思います。そして映画のような雰囲気に、オートルックスというエフェクトが追加されたということですね。えー、ファイル新規で、フル HD。で、素材を配置。エフェクト。このベガスオートルックスですね。追加 OK。 このエフェクトは単純に色調のプリセットを選んでかかり具合を調整するというシンプルなフィルターとなります。なんですがこのフィルタークオリティがなかなか高くてさっと色調を作るにはいいんじゃないかなと思います。ま、いわゆる映画風ですね。 ちょっと深いなと思ったらかかり具合を減らす。そして元と比較。といった感じで簡単に映画風の色調を作っていくことができます。といった感じですね。そしてビデオ音声ストリームを復活。個人的にはこの機能が一番嬉しい機能となります。まあすごい地味なところなのですが、ちょっとご紹介していきますと。 音のある素材を読み込み込ます動画編集をいろいろ進めているとまあこんな感じでトラックを整理して間違って必要な素材の音を消してしまったということがよくありますこういった時に今まで もうこれどうしようもないので元の素材をプロジェクトのメディアリストで選択から読み込んで同じ部分をもう一度切り出すといった風な作業を行っていたのですが今回追加されたこの機能では消します右クリック選択されたイベントに不足しているストリームの追加をクリックすると 復活すると。まあ、すごい地味な機能なんですが、もうこの機能だけで僕はもう Vegas Pro 16に乗り換える価値があったなと思っています。まあ、新しい表現が作れる、新しいエフェクトが追加されるっていうのは嬉しいんですが、まあ、個人的には本当にもう基本的な動画編集の部分で、かいところに手が届くというのが実は一番嬉しかったりしますので、最近のベガスのアップデートで感動したのは今のこの機能と、ムービースタジオ15プラチナムで搭載された、こういった つながってる動画素材を切ってしまった時ですね。ここを2つ選択して、編集、イベント回復で元通りにつなげることができるという、この2つの機能がもう一番個人的には嬉しいところとなります。まあこの感動がちょっとどのぐらい伝わるのかわからないんですが、もうこの2つだけで Vegas Pro 16は OK だと思っています。そしてさらに下の方を見ていくと、 ストーリーボードでざっくり編集といったものが追加されています。まあ、これに関してもちょっと使い勝手がよくわからないんですが、このプロジェクトメディアにストーリーボードというタイムラインがあります。一度すべて削除します。そしてエクスプローラーのパネルを一回外に出して隣に移動します。このパネル移動はコントロールを押しながらドラッグで行えます。そしてこのストーリーボード。 に素材を直接エクスプローラーパネルからドラッグするとタイムラインに直接並べられるとこのパネルに素材を並べていって編集するといったようなものですそして二つ目の素材は一つ離しておくとその間の素材に自動的にテロップが配置されるといったことのようですしかもこのストーリーボード上でこの動画の使う範囲のトリミング できるとそしてタイムラインもついてきてますねテロップも短く3つ目の2つ目の動画も使う範囲をトリミングといった感じでこのストーリーボード上でざっくり動画の構成を組んで後でタイムラインで細かく調整していく といったことのようなのですが、まあ、ちょっとこれの使い勝手がいいのか悪いのかはわからないのですが、まあ、こういった機能も追加されています。パネルを戻しておきます。マウスを乗せると自動プレビューカット。まあこの辺もストリーボード関連ですね。サムネイルの拡大縮小。これもそうですね。連続プレビュー。まとめて追加。そして空白部分を自動で詰められる。 こちらは、例えば、編集を行っていると、まあ、こんな感じで、隙間が空いていると。こういった時に、トラック上で右クリック、ギャップを閉じるを選択すると、すべての隙間を閉じることができますと、いった機能となります。また、一回戻ります。カーソル1以降の映像をまとめて選択。このカーソルを置いて右クリック。 カーソルの後のスベートを選択とすると、全トラックか選択したトラックを選んで、後ろが選択状態になると。まあこれも全然普通に使える機能なのかなと思います。そして、インターフェース、細かく綺麗になりましたと言ったところですね。まあこのあたりが Vegas Pro 16の新機能となります。 新しく追加された機能はまだ全然使っていないので何がいいとか悪いとかっていうのはわからないのでこれから使い込んで、ああ、こういう風に使うといいんだなっていうのをまたご紹介していこうと思います。今回は以上です。またお会いしましょう。